場所と言われています。ビジネスモデルですね、海外移住ご希望の方からなんですけども、ビジネスモデル、ダイレクトレスポンスマーケティング DRM ですよね、いわゆる。あと、なぜメルマガなんでしょうかということなんですよ ね。メルマガってもうネットがですね、日本にも入ってきてから結構早い段階で来ましたね、2000年初頭で。まあすごく流行ったっていうのもあるんですけども、メルマガ自体はですね、もう王道的な手法で流行りとか関係ないんですよね。もうメールアドレスっていうのが廃れることはないですし、このインフラとしても整っているということですね。電話番号とか住所とかと一緒ですよね。もうメールアドレスってみんな持っていると。で、メール配信システムもなくなることはないということで、例えば一つのメールマガ配信スタンドがなくなっても別のものはありますよね。なのでお客さんをドカンと移すことができる、記録としてリストとしてですね、メールアドレスがあればずっと何度でも商売ができるということで、このメールアドレスを使って、お客さんに情報を発信する。で、人を集めて、メールアドレスを集めて、そこに